我が名は李処分。槍も持たぬただの老人だが。何、主の身を守る程度なら不足はあるまい。世話になるぞ、マスター。そろそろ出かけるか。拳も規制も使わねば鈍るというものよ。従死すときは主を生かし、主死すときは共に耐える。そう笑うな。古臭い考えだとわしも自覚しているよ。主との契約は悪くないぞ。わしのような老いぼれと真顔で向き合うなんぞ、まこと水教な御仁よな。なんとまあ、過去の自分とも相対することができるとは。つくづくサーヴァントとは不可思議な存在よ。しかも戦うことすらもできるのか、言うことなしだな。何しよう遠征剣の創始者と試合えるとはな。まったくサーヴァントになってみるものよ。影を落とすことのない高速の剣。ふん。楽しみなことだ。これはこれは、かのナタ大使とは。ありがたく拝ませてもらうとしよう。好物は特にない。人並みに大切にしていたものといえば。へっ、やはり家族だったかな。嫌いなもの？計算のできぬバカどもだ。複雑な計算ではないぞ。ものの道理という単純な計算ができぬ愚か者のことよ。願いが叶う聖杯か。うん。本当にあるのなら、若い頃のわしを呼ぶかな。拳と槍、どちらが上か見定めるいい機会だ。祭りが始まったようだな。まあ待て、そうせくな。真打ちは最後に登場するものだ。戦いは任せておけ。いや、違うな。戦いだけ任せておけ、と言うべきか。ここまで年を重ねたが、人を壊すこと以外に取り柄はなかった男だからな。衰えを考えずともいいからだ。というのもよしあしだな。つい無理ばかりしてしまう。人間、限界を知ってこその思考、戦略というものがある。せめぎばかりでは何ともな。ふん、物好きな主人だとは思っていたが、予想以上だな。他にも優れた英霊は多かろうに、まったく。主とも長い付き合いになったものよ。朝夕の鍛錬ばかりか茶まで付き合いおって。ここまで共に戦った人間は、貴様が初めてかもしれんな。では、そろそろ出かけるか主人殿。敵と戦い、これをほふる。これ以上にわしが見せるべき信頼はあるまい？始皇帝に仕えていた？わしがか？ふん、なかなか面白い就職先ではあるな。だが、今のわしはどれほどの金を積まれようと、主以外に仕える気はせんよ。かかかか、主は見ていて危ういからな。独り身ではなくなったのだ。面倒だが、少しは風体に気を使うとも。かかか、老いてなお盛んというやつよ。万説をもって部を治める。などと聞こえはいいが、さて、どこまでこの拳が通用するかのう。
見事我が拳ここに真理に至った。よくぞここまで見上げたものよ。この老いた拳がどれほど役立つかはわからぬが、せいぜいその期待に応えるべく鍛えてみるとしよう。まだまだ先は長いな。そう逆るな、楽しんでいけ。老骨に鞭打つ羽目になったか。やれやれだ。殺す技を当てるが死ぬなよ。軽く当てに行くぞ。くはははは。陽に生き、陰に殺す。陰に気を見出し、陽に活路を開く。さて、任された。では一撃、起草してやるとするか。一撃、それでこと足りる。では殺すか。ふん、し、王さ、ふっ、けい、なっとらんな。一つ、地層してやろう。我が八極に二の打ちいらず。ふん。はっ、七孔を噴血、巻き死ねえ。百の奥義ではなく、一の実利をもって、敵を打ち倒す。これ二の打ちいらず。はっ、老骨には応えるな。ほう。お痛みには酷だな。健強未だ至らず。さて、茶にするか。いささか脆すぎではないかな。己の力を使い、相手の力を利用する。
ゆえに武、ゆえに断りだ。どうした、この老いぼれに油断したか。任された。うん、任された。シェッ、一つ、思想してやろう。うん、さて、うん、シェッ、ケイ、ふん、一つ、思想してやろう。任された。うん、任された。シッ、王さ、ふっ、なっとらんな。陰に気を見出し、陽に活路を開く。陽に生き、陰に殺す。陰に気を見出し、陽に活路を開く。では殺すか。任された。さて、百の奥義ではなく一の実利をもって敵を打ち倒す。俺二の打ちいらず。はっ、我が八極に二の打ちいらず。はっ、七孔を噴血撒き死ねえ。このままでは。シェッ、王さ、なっとらんな。どうした、この老いぼれに油断したか。